こんにちは、速稼塾の久保です。速稼塾に入ったら人生って変わるんですかっていうお問い合わせありますけども、まあこれね、変わるといえば変わりますよ。だって速稼塾に入ってない人生っていうのは多分今までと同じ人生じゃないですか。速稼塾に入ることによって何が変わるかというと、あなたが速稼塾に入ったという人生が始まるわけですよ。ただね、いやそういう答えじゃなくて、収入が変わりますかとか、自分の自由度がどういうふうになりますかってことなんですけども、これはですね、私があなたの人生を変えるわけではないんですよ。私との出会いによって、あなたがどんな人生を選ぶかっていう、その選択肢がね、速稼塾っていうもの、一本増えるんですよ。だから速稼塾ってものを選択肢に置きながらも、いやでもな、稼ぐってのはなかなか難しいからね、ビジネスだろう、やっぱりやめとこうかなと思えば、せっかく速稼塾という選択肢を手に入れたんだけども、でもあなたは今までの選択肢を取り続けるってことなんですよね。そうですね、これをね、例えて言うと、今、あなたがね、軽自動車を持ってるとします。すごく愛着があるんですよ。わあ、いい車だなーみたいな感じでね、乗ってるんですよ。何不自由ないんですよ。でもちょっとね、信号待ちで横を見たら、ちょっとかっこいいね、クラウンの3ナンバーがちょっとピカピカーと止まってるんですよ。わあ、いいなー、なんか音もいいな、綺麗だな、俺の車ちょっとちっちゃいなと、たまにああいう車でぶっ飛ばしてみたいなっていう時に、クラウンっていうものがね、今度は私の車庫からガーッと出てきてね、ねえねえ、このクラウン乗れますよっていうふうに私が勧めるんですよ。その時に、じゃあクラウンに乗ったら私の気持ちよさ変わりますか、人生変わりますかっていうことなんですよ。確かに変わるでしょう。でもどういうふうに変えていくかはあなたのハンドル次第です。私が代わりに運転するわけではないんですよ。ただ私は新しい車を用意して、車のマニュアルは提供できます。あとはね、そのマニュアルを手にして、車を手にしてどう運転するか、いやそれよりもね、その前に軽自動車に乗り続けるのか、クラウンに乗ってみるのかってことですよね。でクラウンに乗って違う景色からこう運転してみるんですよ。私も今ね、トランザム乗ってますけども、トランザムに乗るとなぜかね、アメ車とか旧車とかトランザムに乗ってる人が人間関係できるんですよ。全く違うドラマが始まります、そっから。でも私がトランザムに憧れてるだけだったら、多分この関係はできてないんですよ。絶対できてないですよね。例えばトランザムの私 YouTube 動画をアップロードしました。そしたらトランザムファンが再生数ね、グッと上げてくれたり、私の方に連絡してくださったり、一緒に乗らせてくださいみたいなことがあったりね、新しいドラマ始まるんですよ。これ人生が変わったってことじゃないですかね。でもトランザムを買っても YouTube アップなしなかったら、多分この出会いは生まれてなかったと思うんですよ。ということで、どんどん話がね、ややこしくなってきましたけども、人生は変わります。でもどう変えるかはあなた次第なんですよ。人生は変わったのにまた元の人生に戻ることもありえますからね。なぜなら速稼塾ってのは一発逆転の方法ね、マジックみたいな方法でワンツースリーっていうものはないよっていうことを初めにお話してるじゃないですか。まず商品を作る、トレーニングをする、集客するために、フリー動画をいっぱい作る、それからセールスのために勇気を持ってセールスをしていくとかね、こういったこと、本当に商売の基本というかね、八百屋をやってるのと同じですよ、ね、八百屋に行ったら野菜を仕入れてくるでしょ。商品、あなたの商品を仕入れてくる、もしくは作るわけですよ。で店頭に並べて集客するんですよ。いらっしゃいいらっしゃいみたいなことするんですよ。そのいらっしゃいいらっしゃいって集客が YouTube をたくさん作るってことがね、イコールであると思いますけども、じゃあ商品も作らない、 YouTube で集客もしない、しまいにはセールスもしないってなると、せっかくその方法を私がね、待ち構えて待ってても、これはね、何も変わんないですよ。っていうのが、ビジネスを手に入れるそのツールを速稼塾というもので手に入れたのに、それを使わないんだもん。だからね、本当にそれはね、もったいないですよね。で私は自分がやることによってね、私でも1円でも稼ぎに行くぜみたいなところを見して、それでもね、いや1円だろうっつって、私が稼ぐ1円に対して、そんなね、1円すら稼がないみたいなことをしたら、1円も稼げない人間できちゃいますよ。ってことは今までと一緒ってことなんですよ。今までと一緒ならいいけど、今までもっとひどくなるんじゃないですか。で私はね、速稼塾に変わった、入ったら人生変わりますかって言ったら、確実に変わるということはお話しできます。ただどっちの方向にどう変えていくのかはあなた次第。まさにハンドルを握って目的地をどこに設定するかは私が決めることじゃないんですよ。私が決めれないんですよ。私がその人の代わりに人生をね、ドライブするわけにいかないんですよね。できないじゃないですか、それは。どう考えても。ただ設計図やクラウンという乗り物とか地図を与えてあげることはできるんですよ。あとは本当、ご自身がね、どんなダートロードでも進んでいって自分の目的地に着きたいのか、それとも今まで通りの世界に戻るのか、本当それだけだと思います。じゃあ行ってらっしゃい。